本日は2021年3月20日、春分の日です。今日は関東鉄道常総線のミステリートレインの運行日です。春の秘密を探しに、その秘密は春分に明かされるとアナウンスされています。この列車に乗れば、その秘密を知ることができるということなんでしょう。そのミステリートレインが守谷駅に入線します。ご参加のお客様、大変お待たせいたしました。4番線に丹大水道西行列車の到着です。4番線の列車は西行列車の時間にお申し込みのお客様のみご利用いただきます。列車は守谷駅を黒子駅へ向けて出発します。当初は守谷駅集合で、この列車はどこに向かうのかも明らかにはされていませんでした。アナウンスの前にはオルゴールが鳴ります。国鉄の機動車のオルゴールで懐かしさを感じさせます。また、これから進行方向右手側には当社の右サイド車両に
が見えてまいります。で、本線上の一番最後3つ替えの車両基地にも立ち寄るタイミングがございます。レールノートはよく言えばノスタルジックです。ロングレールとは違う鉄道の良さを感じさせてくれます。何も特別なことではありません。ですが多くの人がカメラを向けます。交換列車に乗っている人は何事か理解できなかったかもしれませんね。13時23分に快速列車が通過いたしますので、
撮影のお客様は十分ご注意ください。13時23分に快速列車こちらの駅通過いたします。十分ご注意ください。快速春風号は13時24分発となります。24分発でございます。お時間ご注意ください。また快速列車通過の際もご注意ください。左側のドアが開きます。想像でございます。ここ総動駅でも列車交換がありました。交換相手は快速列車ですので、この駅には止まることなく守谷方面へと駆け抜けます。下妻駅ではミステリー列車は点線作業を行います。普段は見ることのできない光景でマニアの心をくすぐります。列車は普段使われる上下線とは別の線路に対比します。この普段とは違うというフレーズは実にマニア向けの言葉だと私は思います。ミステリートレインはこの快速列車を先行させるために点線をして進路を譲ったのでした。その快速列車が下妻駅に到着します。1番線には快速下野行き到着いたします。この駅3分ほどに到着となります。この駅をおかけいたします。下館行きの快速列車が下妻駅を出発します。こんなアングルで列車を撮影させてもらえることは普段はありませんが、今日は大胆にもこんなところで勝手に撮影させてもらいました。進路を譲ったミステリートレインが再び1番ホームに入線して袋越駅を目指します。到着後、ドアが開きましたらご乗車お願いいたします。素人なので列車運行の詳細は分かりません。ですがこのホームは下館方面のホームです。普通は守谷方面から来た列車がそのまま下館方面へと発車していくものと思います。ですが列車はそのホームに下館側から入線してきます。
台からの扇風機を稼働してくれました。最近では見ることもなくなった扇風機で、何とも言えない動きです。ご案内いたします。列車ただいま常磐野駅に到着しております。右手側、駅舎側には常磐野ステーションギャラリーがこちらございます。こちら関東鉄道の関鉄レールファンクラブが、こちらやってるステーションギャラリーでございますが、今日はたまたま初登場でございます。ギャラリーの方々がお見送りに出てきております。手を振っていただけましたらギャラリーの方もお喜びするのではないでしょうか。常磐野駅ではドアは開きませんが、このままちょっと車窓の方をお楽しみください。ただいまギャラリーの方が出てきております。快速春風号黒号1ご乗車いただきましてありがとうございます。まもなく終点の黒号に到着いたします。終点の黒号に到着いたします。こちら黒号駅では1つ2列車がございます。黒号駅では側線のホームにこちらの車両を点検作業をさせていただきます。現在では関鉄のビール列車桜のビール列車の時のみ使用する黒号駅の側線にこちらの在来車両T810系を今日は特別に入線をさせていただきます。点検作業を行いますが、完全手動作業での点検作業となりますため、構内の踏切が閉まりません。大変危険ですので、お客様完全員また降車をいただきますが、大分そのホームでお待ちください。大分ホーム上での撮影でご協力をお願いいたします。列車黒号駅に到着いたしますが、点検作業の際、こちら完全手動作業での点検作業となります。構内の踏切閉まりませんので、一旦お客様降車いただきましたら、大分ホームでお待ちいただきますようお願いいたします。まもなく終点の黒号に到着いたします。完全手作業の点線の意味はよく分かっていませんでした。要は全てマニュアルでポイントの切り替えや立証での安全確認などを行うということでした。2両の列車を点線させるのに 4,5 人のスタッフが所定の位置に散らばります。ステリートレインは普段使用しない側線に点線しました。レールを見れば普段は使われていないことがわかります。ミステリートレインがこの黒子駅で守谷駅方面へと進路を変えます。そのミステリートレインが開けたホームに守谷方面行きの列車が入線します。入線してくる列車は鉄道娘のラッピング列車だそうです。はい、こちら鉄道娘のラッピング列車になります。はい、ちょっとおまけにもつけさせていただきましたが、こちらですね、
今度はミステリートレインが守谷方面のホームに入ります。これも完全手作業での点線になるので、スタッフが線路上に出ます。はい、完全手動作業になりますので、係がですね今忙しくしております。普段は黒子駅で折り返す運行はしていないだろうと思います。なのでこの点線と進行方向の入れ替えも特別なものだと思います。そしてミステリートレインは黒子駅を守谷駅方面へと出発します。ではワゴン販売が始まります。車内販売をさせていただきます。電話網での車内販売をさせていただきます。後方の315の方から私と注文処理係員が手続きを持って皆様のもとへご案内をさせていただきます。フェリー列車から電話の発車数では行わない車で列車のワゴン販売、そちらいろいろ写真を収めていただければと思います。でまたご購入いただければ幸いでございます。ただいまより車内販売に終わらさせていただきます。列車は急に減速し停車します。かなりのブレーキで何事かあったことはすぐに分かります。乗務員の方々は忙しく運行指令へ現状を報告し指示を仰ぎます。この急停止もイベントなんて邪推もしましたが、そんなことはないことが改めてアナウンスされました。
運行の手順書には緊急停止した場合の対処が書かれていると思います。その手順に従って安全を確認後、列車は再出発します。安全確認が出てきましたので発車いたします。参加している人数は限られています。車両はロングシートでしたが、全員が余裕を持って着席していました。怪我はないか確認するぐらいですので、かなりの急性道でした。列車は車両基地に到着します。ただ停車して車両基地を車内から見るのではなく、参加者は車両基地で降車して基地内を見学します。車両の床面から地表までは高さがありますので、ドア幅に対応した階段が設置されています。そしてその位置で列車を正確に停車させなければなりません。日本の鉄道会社なので、寸分の狂いもなく停車させます。工場1番線に列車を入線をいたしております。常連のお客様お気づきでしょうか。いつもと降りる場所が違うぞという形になっております。列車到着いたしましたら、こちら2番3時5号車のお客様から順に降車をして、撮影会場の方までご案内をいたします。撮影会場の方までご案内いたします。なお列車のドア1箇所しか開きませんので、先頭のお客様から順にゆっくりとお降りください。また通路大変狭くなっておりますので、お足元十分ご注意ください。で、私も先ほど準備中に足をぶつけました。十分ご注意ください。列車の停車位置だけですが、まさに日本の鉄道会社だと思います。他の動画でも喋っていますが、海外の鉄道でこれほど正確な運行を見ることはまずありません。階段の手すりの位置は完全にドアの幅と一致しています。運転士は実際の目標物を視認することなく、周りのスタッフの指示だけで列車を停車させました。これがどれほど難しいことか。はい、発生会場までご案内します。足元です。三人は歩きが通りますので十分です。ご覧ください。距離で車両の床下機器を見ることはまずありません。ディーゼルエンジンがディーゼルエンジンの音で回転しています。その他にも車両を支える台車などを横目に見ながら移動します。車両基地内では今回のメインテーマである春の秘密が明かされますが、それはそのうちわかることですので、ここでは触れません。参加者たちは車両基地での撮影会を十分に堪能した後に列車は出発します。
となる風をご了承いただきまして誠にありがとうございました。まもなく終点の守谷に到着いたします。4番線の到着となります。お客様にご案内いたします。森谷駅到着後となり3番線に16時21分に参ります。通電車下田駅にご乗車していただきますと、こちらの戻しの回送列車臨海402列車の撮影が完成いたしました。ミステリートレインの行事が終了した後でもさらに撮影を楽しませるアナウンスがあります。私は小絹駅で車両基地へと改装される列車を撮影して、この日のてっちゃんは終了しました。このような楽しい企画をコロナ禍でも開催してくれた関東鉄道さんには感謝しかありません。本当にありがとうございました。首都圏からアクセスも容易なローカル線、関東鉄道常総線へのご乗車をお勧めします。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。